麻雀最強戦2023全国アマチュア最強位決定戦 D卓西東京最強位バッサー。鹿児島大学工学部を卒業後、渋谷に出てきて若くしてウェブ系の広告代理店を起業。学生時代からアベマで見ていた最強戦に初めて挑戦し、西東京最強位となった。決定戦の予選は振るわなかったが、チャンスが来るまでじっと我慢。唯一の勝負手メンホンチートイツを上がってからは好調の波に乗り、一気に優勝まで駆け上がった。南関東最強位浪川定之。奥様と仲良く野球観戦を楽しみ、趣味として卓球を楽しみ、大好きな森山良子さんと写真を撮り、とにかくリア充な生活を送りながら、2018年には麻雀連合のミューカップで優勝。そして今年は南関東最強にもなったという全てを持っていく男。最強戦リーグ最強位ドン。6年前から渋谷のオクタゴンに通い続け、5年前から麻雀最強戦に挑戦し続けた。ずっと予選敗退だったが、今年初めて本戦進出、そして一発で優勝を決めた。昔から近代麻雀を愛読し、安藤満の亜空間殺法に憧れて泣き麻雀も極める。その後鈴木太郎と小林剛にも影響され、デジタル的な泣き麻雀をスタイルとするようになった。現アマチュア最強位モモタン。昨年の予選オーラスでリーチメンホンチートイツを積もられたが、裏ドラが乗らず勝ち上がることができた。決勝も落ち着いた戦いぶりを見せ、見事に優勝。ファイナルでも初日は勝ち上がり、ベスト8まで勝ち進んだ。今年はシード選手として最強の頂に再挑戦する。